平野翔出演7月12日金曜日の「バリワ」や「ジップでの特別エンターテインメント見逃せない福岡出身の今田美桜も登場「バリワ」や「ジップで平野翔と豪華共演7月12日金曜日の朝福岡のテレビ番組「バリワ」や「ジップでは特別なエンターテインメントが放送される予定です注目の一つは平野翔さんの出演です 多くのファンが彼の出演を楽しみにしています。彼のファンからは、平野翔君、ありがとうございます、楽しみです、といった声が寄せられています。平野翔さんは、今や全国的なアイドルとしてその名を馳せており、その魅力は日に日に広がっているようです。例えば、彼のフォロワー数は最近427万人から428万人に増えたばかりで、その人気の高さがうかがえます。 また、平野翔さんだけでなく、岸優太さんや神宮寺祐太さんとの3人での出演も期待されています。ファンたちは、3人揃っての出演が楽しみです、と声を上げています。しかし、たとえ3人全員が出演しなくても、平野翔さんだけでも十分に楽しみだという声もあります。彼の魅力は絶大で、ファンにとって彼の存在自体が特別なものです。このように、 ファンの期待が高まる中、平野翔さんが出演することで、さらに多くの人々にその魅力が伝わることが期待されています。音楽番組やフェスなどで、ナンバーアンダーラインアイのメンバー3人がまだ知られていない多くの人々に認知されることを願っています。彼らの音楽とパフォーマンスが多くの人々の心をつかむことでしょう。さらに、今回の放送では、スノーマンのラウールさん、メグロレンさん、出口なつきさん、 今田美桜さん、トワイスの佐奈さん、白石麻衣さんなど多くの有名なアーティストも出演予定です。これらのアーティストたちが一堂に会することで、視聴者にとって非常に魅力的な内容になることが期待されます。特に、今田美桜さんは福岡出身であり、地元の視聴者にとって特別な存在です。彼女の出演により、番組はさらに盛り上がることでしょう。 彼女の地元愛や福岡に対する思いが伝わることで、視聴者との絆が深まることが期待されます。さらに、映画情報も紹介される予定です。渋谷渚さん主演の、あの小肌あれが取り上げられる予定です。この映画は、彼女の新しい挑戦として多くの注目を集めています。彼女の演技やストーリーの魅力が紹介されることで、視聴者の期待が高まることでしょう。 また、新しい土曜ドラマ、Go Home ーー警視庁身元不明人相談室も注目されています。小芝風花さんが主演を務めるこのドラマは、警視庁の身元不明人相談室を舞台にしたミステリアスな物語です。彼女の演技とドラマのストーリーがどのように展開されるのか、多くの視聴者が楽しみにしています。これらの情報を通じて、視聴者は新しいエンターテインメントの世界に触れることができます。 特に、平野翔さんの出演やナンバーアンダーラインアイのメンバーがどのように活躍するのか、多くのファンが注目しています。彼らの音楽やパフォーマンスを通じて、多くの人々が新しい発見をすることができるでしょう。このように、今回のバリワやジップは、多くの注目を集める内容が盛りだくさんです。視聴者にとっては、新しいエンターテインメントの世界に触れる絶好の機会となるでしょう。 そして、平野翔さんをはじめとするアーティストたちの魅力がさらに多くの人々に広がることを期待しています。このようなエンターテインメントの放送を通じて、視聴者は新しい発見や感動を得ることができます。そして、アーティストたちの魅力がさらに広がることで、多くの人々が彼らの音楽やパフォーマンスを楽しむことができるでしょう。平野翔さんが持つ魅力は、そのカリスマ性だけでなく、 彼の真摯な姿勢やファンに対する感謝の気持ちからも感じられます例えば彼がライブやイベントで見せるパフォーマンスは常に全力でファンに対して最大限のエンターテインメントを提供しようとする姿勢が伝わってきます彼の一貫した努力と献身が多くのファンを魅了し続けている理由の一つでしょうまた平野翔さんのパフォーマンスだけでなく彼の人柄やエピソードにも多くのファンが感銘を受けています 例えば彼がデビュー当時から一貫して持ち続けている夢や目標そしてそれを達成するためにどれだけ努力してきたかというストーリーは多くの人々にとって励ましとなります彼の成功は一夜にして成し遂げられたものではなく多くの困難を乗り越えてきた結果であることがわかります平野翔さんの成功の背後には彼自身の努力だけでなくファンやサポーターの存在も大きな役割を果たしています 彼は常にファンの声に耳を傾け、感謝の気持ちを忘れずにいることが多くのファンに愛される理由の一つです。例えば、彼が SNS でファンと交流する際には、常に親しみやすい態度を保ち、ファンとの距離を感じさせないような配慮が見られます。さらに、彼のファンベースは国内だけでなく、海外にも広がっており、彼の人気は国境を越えて広がっています。例えば、 彼の出演する番組や映画が海外でも注目され、多くのファンが彼の活動を応援しています。このように、平野翔さんの魅力はグローバルな視点から見ても非常に強力であり、彼の影響力はますます拡大しています。平野翔さんの活躍は、彼の音楽やパフォーマンスだけにとどまらず、俳優としてのキャリアにも及んでいます。例えば、彼が出演するドラマや映画では、 その演技力と表現力が高く評価されています。彼の演技は自然でありながら感情豊かで、視聴者を物語の中に引き込む力があります。彼の俳優としての才能は、今後さらに多くの作品で発揮されることでしょう。平野翔さんの活動は、彼の努力や才能だけでなく、周囲の支えや環境も大きな要因となっています。例えば、彼が所属する事務所やスタッフのサポート、 そしてファンの応援が彼の成功を後押ししています。彼自身もその感謝の気持ちを忘れず、常に謙虚な姿勢で活動を続けています。このように、平野翔さんの成功の裏には、多くの努力や支えが存在しています。そして、彼の持つ魅力や才能がさらに多くの人々に広がり、彼の活躍が今後も続くことを期待しています。彼のストーリーは、 多くの人々にとって励ましやインスピレーションとなるでしょうまた平野翔さんだけでなく彼と共に活動するナンバーアンダーラインアイのメンバーや他のアーティストたちも注目されています例えば岸優太さんや神宮寺優太さんもそれぞれ独自の魅力を持ち多くのファンに愛されています彼らのパフォーマンスや活動を通じてさらに多くの人々が彼らの魅力を知ることができるでしょう 今回のバリワやジップでは、これらのアーティストたちの魅力が存分に発揮されることでしょう。視聴者は新しい発見や感動を得ることができるでしょう。そして、アーティストたちの魅力がさらに広がり、多くの人々が彼らの音楽やパフォーマンスを楽しむことができるでしょう。このように、エンターテインメントの世界は常に新しい発見や感動に満ちています。 視聴者はこれからも多くの素晴らしいパフォーマンスやストーリーに触れることができるでしょうそして平野翔さんをはじめとする多くのアーティストたちがその魅力をさらに広げていくことを期待しています彼らの活動を通じて多くの人々が新しい発見や感動を得ることができるでしょうそしてその魅力がさらに多くの人々に広がり彼らの音楽やパフォーマンスが多くの人々の心をつかむことができるでしょう これからも彼らの活躍に注目し、応援していきましょう。そして、平野翔さんや他のアーティストたちのストーリーやパフォーマンスを通じて、多くの人々が新しい発見や感動を得ることができるように、私たちもその魅力を広めていくことができるでしょう。これからも彼らの活躍を見守りながら、エンターテインメントの世界を楽しんでいきましょう。最後に、今回のバリワやジップを通じて、 多くの人々が新しい発見や感動を得ることを期待しています。そして、平野翔さんをはじめとする多くのアーティストたちの魅力がさらに広がり、多くの人々に喜びをもたらすことを願っています。彼らの活躍を応援しながら、これからもエンターテインメントの世界を楽しんでいきましょう。